スワットから数えてというか、プレステージから数えても打撃で KO したのが初めてだったので、ちょっといつもと違う興奮があったのと、またちょっと違うことというか、違う試合運びとかに挑戦できるんじゃないかなっていう可能性もつかめた試合だったと思います。まあ、あんまり相手のことはいつも調べないというか、基本的にあんまり気にしないので、器用に試合できるタイプじゃないんで、あんまり調べても自分が動き固くなっちゃうんで、いつも通り名前だけちょっと聞いて、そんな感じです。そうですね、やっぱりそのタックルで人を倒すっていうことに特化してる人たちなので、まあ、そのなんていうんですかね、もちろん総合での動きもたくさん要素ありますし、すごく銃使えるかって言ったら銃じゃないかもしれないですけど、その総合やる上ですごいプラスになってる部分はたくさんあると思います。そうですね、やればやるだけやっぱそういうのって体についてくるものだと思うんで、はい。そうですね、とりあえず、まあ、組んでいただいたカードをこなしていくっていうのがまず第一で、あんまり怪我とかが多いタイプではないので、まあ、コンスタントにできたらいいなと思ってるんで、それで結果残しつつ、そうですね、ウェルター級のちょっとチャンピオンと11月とかに自分が結果残してって11月とか戦えたらなっていうふうには思ってるんですけど、というか今多分75で浜岸さんに勝てるの自分ぐらいしかいないかなって正直思ってるんで、とりあえず組まれたカードをそのタイトルマッチにたどり着けるまでは一個一個丁寧に、そうですね、その浜岸さんと伊藤選手の間に割って入るじゃないですけど、俺もいるぞっていうのをちょっと今回の試合でも見せようかなと思います。終わって何を食べたい？カレーがお米が大好きなんで、あとカレーというか白飯に合うものだったら基本的に大好きです。はい、そうですね、カレー、焼肉、しゃぶしゃぶ、寿司、何でも米米好きです。はい、米好きです。お酒は別に飲まないんで、その焼肉屋とかに行ってもみんながビールを頼む中、自分はライス派で、はい、大盛りですか？大盛りで。お待たせしました。新チャンピオンをはじめとして注目のゼストファイターが大集結。5月25日日曜日、ディファ有明ゼスト41、チケット絶賛発売中。